もピオキングです。今日はですね、トロールコースやっていきたいと思います。で、今回のトロールコース見て、めっちゃ可愛くない？ああいうなんかラインのスタンプあったような気がするんだけど、ゲームかな、なんかゲームでもあんな感じだったよね。それがね、ちょっとサムネになってるんですよね。でもクリア率は結構難しいんだよな。 1.17% トロールアキュート、このコースやっていきたいと思います。まあ僕はね、そんなにトロールコース引っかからないんですよね、まあ、そんなに引っかからない。ごめんなさい、嘘です。僕ですね、トロールコースって言えばめちゃくちゃ引っかかる人なんですよ。これはね、ハテナブロックを叩いてすぐ右に左に行けみたいな出過ぎ。オッケー、わかりました。じゃあこれはコインを叩いて一番左まで、ここまで行ったらもう大丈夫でしょ。来たこれで上に、ええ、もうこの画面からマジ抜け出せないんだけど、こっからまず難しいわ。ここリフト乗ってで、ジャンプで上、よし来た、やっとだ、やっと次来ました。そして今度はどうしようか。これ右に行ったら怪しいと思うんだよね。ねえ、まずここに行ったら絶対怪しいと思うんだよ。だからこの辺をジャンプしようと思う。なんもないね。わかったわかった。これさ、フラワーがあるじゃん、あれ多分取ったらいいと思うんだよね。ちょっと騙されてみようか。よし、ここ、うわあ、どうすりゃいいの？これジャンプしてこうやっていけみたいな、多分今のあれ避けるみたいな感じで合ってるでしょ。で、おお、やったんだ、これでいいでしょきっと。ほらほら、イエイって言ってるもんね。来たおお、危な、え、これは積んだ、いや絶対積んだくない、これジャンプしてみる。わあ、青いドクロコースターに乗っていけってことね。オッケーオッケーオッケー、分かった。もうね、開幕早々何回やられてんだって話なんですけどね、結構難しいんですよ本当に。本当うまく作り込んでると思いますこれ。ここでこのまま右に行って、そう、鍵を取れみたいな。これ上上がるしかないもんな。上上がってこっからだよね。こっから音符ブロックをこの辺で叩くみたいな。やっぱりやったぜ、やっといけた、めっちゃ迷った。絶対ここまでは合ってると思うんですよ、ここまでは合ってると思うんだけど、こっからこのまま右に行くみたいな、これでいいでしょ、これで来たやったやったやっと来た。中間ポイントちょうだい、中間ポイント、中間はやった、ちょっとっかいや、さっきのこれは騙されたぜ。ねえ、この辺でジャンプして、やったよし、それじゃあ次に渡っていきましょう。さあ次は今度はリンクを取っておいて、よし、このつらら、つららを爆発で壊せばいいのかな、多分そんな感じ。あれ、あら、あ、分かった分かった、この氷壊れるんだったっけ、確か氷壊れるよね、氷を壊して下に行くみたいな、いけんや。まあ、でもね、中間取ったからね、ここでリンクを取っておいて、リンクじゃない、スターになってこのまんま倒していい？あ、ここに雲があるね、走って渡っていけたのね、了解了解。そしたらここで雲を取っておいて、雲じゃない、スターを取っておいて、これ走っていく。そしてこのちくわブロックで右渡る、いいね、うわ、ちょっと待って、間に合う、間に合うかな、いや間に合った。そしてこれはオーブしたら、これ罠だと思うんだよな、だからこのまま僕行きます、多分それいけると思います。いや分かってんだよこっちは、分かってんだよこっちは。テテ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 、いや、すごいなこのコース、めちゃくちゃすごい。 やってる僕もね、めっちゃ騙されるんですけど、本当に楽しい、
ね、なんかね、自分でもよく笑いが出るんですよ、このコースやってると。じゃあ、ここはこうしておいて、出してここに置っとくか。これ右に置っとこ、右に置っとって、オッケー、あー、危ねー、わー、今よく避けたと思う。よし、上渡っていこう、ゆっくりね、ゆっくり渡っていこう。そして、うーわ、これ左めっちゃ怪しい、あのブロック。どうする？叩くのは絶対まずいと思うんだよな。うわっ、これね、左行ったらダメだから右に行きます。そしてこれ待っとかないけんっぽくない？ちょっと待っとってみよっか。待っとったらブロックが壊れると思うんだよね。よし、来た。で、このまんまドアに入る。よし、待っとこ。これはもうずっと待っときます。オッケー、来た。これでいけるでしょね、これでいけるでしょ。よし中間ポイント。中間は？え？なんこれ？なんこれ？クソゲーマジかよ、もう。うわ、もう、なんだこのコースは。これは、もう無視して次に行っていいんじゃない？ねえ、多分行っていいでしょ。こっちでしょ。これなんかね、キノコ取らない剣っぽいね。つうことは、この火炎放射にさえ気をつけて、アイテムを取れみたいな、多分そんな感じでいいと思うんですよね。よし、それじゃ炎が消えた瞬間、よし、来た。これで行けってことでしょ、右に。そしたらね、このカロに当たっていいもんね。やった、来た。あ、これはどうなんだ、中間は取らせてくれるのか、行けるのか。あー、いてててじゃあね、このカロンに当たって、あの土管だね、あの土管に当たらないけんね、当たらないってか、これ入らないけんね。そして、え、なんこれ、あ、これもう行っていいパターン、行っていい、おお、やった、行けた、行けたぜ。そしてこれはこのまま、よし、右でしょ。いや、やった、これで中間ポイント2個目か。今度は、いや、キノコ取れた。これでいいのかな。あ、なんかいいっぽいで、あ、めっちゃいいっぽい。そして、ドッスンが左にいるってことは、ドッスンを左にやって、あの氷のこれ壊してみたいな。ほら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 、いや、これ完璧じゃなかった今。これ怪しくない？大丈夫大丈夫。じゃあドクロに乗って、あの上のとこは入りますよ。よし、このコースは普通に行けた。そして今度はめっちゃ怪しいな、これめっちゃ怪しいね。よし、ここなんだよな、ここ早くすり抜けていこうか。こんな感じ、オッケー、来た。そしてこの面怪しいと、あ、なんもないのか、来た来た。このファイヤーを取っていくしかないもんな、取ってってこのまま左に行けばいいっていう感じかな。これでいいのか、ってことは土管入んなってことだよ。え、無理じゃない？もう下に行けばいいのね。オッケー。もう焦らせやがって、もうほんと。もじゃあファイヤー取ってね、下に。やべ、いけんやった。よし、それじゃあこれ下に行けるってことは分かったからね、このまんま行きたいと思います。この土管の下は、うー、危ね。よし、これそのまま下に行こう。で、右、オッケー。で、これは下に行けばいいのか、どうなんだろうね。どっちの方が怪しい？これ下の方が怪しいもんね。だから下行きます、僕。怪しい方に行きます。おほほほほ、焦った、めっちゃ焦った、やられるかと思った。いや、やらしてくんないかと思った。あっ、え、速攻右に走っていかなきゃダメなパターンね。よし、このドア入って右に走っていくんだったっけ。行け、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 行け。あれ、これ歩いて行けってこと？え、
お、あー、こんなんなるんだ。そしてここで何も動かなくていいんだね。そしたらパックン左来るでしょ。オッケーオッケーオッケー。そして右に渡っていきます。うーわ、これめっちゃ怖いな。こっちでいい？オッケーオッケーオッケー。でこのまま右に渡っていきますみたいな。オッケー、やった。でこれは普通に行っていいのかな。まあ行くしかないよね。いや今のは引っかかるよね。この辺で叩いてすぐ左に行けみたいな。多分これで行けると思うんですよね。でじゃあ来た。え、もうゴールあってよくない？そろそろゴール。え、これはどうするんだ。右に渡っていく？行く？これ行ってみる。あ、なんもならんってことは、これ蹴らないけんね。蹴って、蹴ってジャンプしよっか。蹴ってジャンプ、来た。で、このまま、うわぁ、ここ蹴って思いっきし右に走っていけみたいな感じでしょ。行こう。よし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 。で、これはまあ、オンオフするしかないよね。で、このまま上に上がっていって、あ、いや、なんかさっきとちょっと違うくない？これ下行ってみる。下怪しいよね。下行ってみよう。ほら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 、やったー、ゴールでしょこれ。絶対ゴールでしょ。頼む。え、どうすりゃいいのこれ。あー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 、こっちだ。こっちが正解でしょ。あ、戻れる。ダメじゃん、ダメじゃん。なるほど、左に赤土管に2回入るって書いてるね。よし、それじゃあこの赤土管に2回入ればいいんだよね。もう1回入ってみよう。で、これ右行ったら騙されたから、もう1回こっちに行けばね、行けると思うんですよね。きた。やった、ゴールじゃん。楽しかったってか、めっちゃ難しかった。いやー、ほんと難しかったこのコース。あのサムネのね、猫もどこにいるか分かんなかったね。それじゃあ今日はここで終わりますけど、皆さんもぜひね、一回このコースやってみてください。めっちゃ楽しいです。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。